水雲とは忍者が池や川などを水上を渡る際に用いたという忍び道具。今回はこちらの池で対岸までの30メートルを渡る。これでもうホテルとか整備やすいな。ちょっと足を置くだけなんで、置くだけなんだ。戻ってきたな。